ねえ、臆病な坊や、あなたは弱者がいじめられることに耐えられないほどの怒りを感じているみたいだけど、それってもしかして強い者への妬みってやつじゃないの？弱肉強食は言ってみれば自然界の基本原則みたいなものでしょ。人間も動物である以上、弱ければいじめられるのはある意味仕方がないことじゃないかしら。病気や怪我をした動物たちは自然に群れから置いていかれるでしょ。それを恨んだりするような動物なんてこの世にいるのかしら。本来妬みや嫉妬心って感情はあのユダの管轄なんだけど、確かにあの感情にはパワーがあって、自分に弱い部分がある人は誰かを妬む心を向上心に転化させて、時々信じられないくらいその道を極めることだってあるじゃない。だから弱者を作り出した世の中や人を恨むよりは、何クソって自分が頑張って、自分が強者になる努力をした方がいいんじゃないかって私は思うのよ。ねえ、あなたはどう思う？友情などと叫んでいても所詮偽物に過ぎぬ。お前は未だにセラフィムのことを自分の親友だなどと思い込んでいるようだが、本当にそう信じているのか？奴は最初から大神官である父親の私に頼まれて、白き羽の奴隷たちのスパイ活動をしていたのだ。え？お前にわざわざ近づいたのも、最初から最も彼らに嫌われていたお前の心を開くことで彼らの人望を得ようとするための策謀。まんまとそれに成功した息子は、少しずつ反動的な奴隷を集めては一網打尽にする気を伺っていたのだ。そんなひどい。奴はいつもこぼしていたもんさ。いくら高額の賞金が出るとはいえ、あの無個性なマルコといると虫唾が走るってな。だいたいこの世の中に何の打算的計算もなく、わざわざ奴隷と友達になろうなんてやつがいるわけがなかろう。それ見たことか。人はこの程度の誹謗中傷ですぐに自分が親友だと言った友を信じられなくなる。え？そんな付き合い方でどこが親友なものか。貴様たちとて全員同じだ。仲間だと信じていたヨハネがメフィストだと言われた途端、貴様たちはそれまでの仲間を心の底では疑ったであろう。それこそが貴様らが大邪神と呼ばれるようになった何よりの証拠。やっぱりうちには、かつてうちを可愛がってくれたあのメフィスト様と戦うことなんて。イリスはそれほどまでにかつての自分の夫であったメフィスト様のことを愛していたんですね。こやつらが愛などという言葉を口にするなんて、本当にあのユダやマモンや
バールたちなのか。我らはすでにこの黒き聖母の体内で完全なるかつての記憶を取り戻しました。何をするんじゃ。どうやらこの宇宙を作られし唯一の神である創造主の御心はこの世界全体の新たなる創造にあるようです。バカな。そんなことをしたら。いやー、天界の玉座にある七つの封印が解かれない限り、世界は悪しき状態のままに継続する。神の子羊が順次その封印を解いたとき、さまざまな災いや死、闘争などが世界中へと広がり、地上が未曾有の混乱と災厄に見舞われる。そして七人の落下が天使たちによって順次吹き鳴らされる。世界の崩壊を食い止めていた加賀が外れて、終末の災いが加速度的に世界を襲い始め、ついには七頭十角の火のように赤い竜と悪魔やサタンと呼ばれる者が現れ、天界を代表する戦闘天使ミカエルたちと戦う。本来この広い世界には善も悪も存在しません。しかし全てのものには光と影があるように、善と呼ばれる考え方を存在させるためには、悪と呼ばれる考え方を無理にでも作り出す必要性があったのです。そこでこの世界唯一の神は、その善神と悪神の二つの素顔を使い分けるために、黒と白の大天使をお作りになられました。本来エンジェルとはマーラークという神の影なる面という意味を持つこと、俗に人々から恐れられているゴッドと呼ばれていた大悪神と、サタンと呼ばれる大善神とにご指示を出されているお方は全くの同一人物。そのお方こそがこの宇宙をお作りになられた創造主であり、この世界唯一の神なのです。そもそもハッサタンとは、神が地上の人々を監視するために使わした検事総長を意味し、その意味ではただの役職名に過ぎません。ベリアル・サタン、ベルゼブブ・サタン、メフィスト・サタン、彼らはいずれも神自身が人々を監視するために使わした選ばれし者たち。時代のゴッドとなるべきあなたに、その新しき世界を任せる人物に真にふさわしいかどうか、神は試されているのですよ。我が名、完全なる戦闘神と謳われ、戦争を司る大天使ミカエル。
今こそ我はその完全なる記憶を取り戻した。唯一の神に忠実に仕えし者、新しき世界を創造すべき時代のゴッドとなるべき魂を持つ者よ。古より伝わる縁により、我が今こそその力を試そう。やめて、仲間同士で争うなんて、そんなのひどすぎるわ。